高石市は大阪府の仙北地域に位置する市。大阪府の中南部に位置し、北と東は堺市に、南は泉市と泉大津市にそれぞれ隣接し、西は大阪湾に面している。地域はほぼ全域が平坦。東西6 1トル南北4 1トル面積11.35平方キロメートルと大阪府下の市では、 藤寺市に次いで2番目に面積が小さい。また、正半は、堺仙北臨海工業地帯の埋め立て地である。交通は、大阪府道204号堺井半南線、国道26号線、大阪府道30号大阪泉泉南線、阪神高速4号湾岸線などの主要道路と、ともに、 南海本線と JR 阪和線という二つの鉄道路線が南北に走っている。また、羽衣、高石、富木の3駅から大阪市中心部まで所要時間約20分である。高石市中心部周辺の空中写真。1985年撮影の4枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成。平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると5.18%減の56,485人であり、増減率は、不可43市町村中38位、72行政区域中65位。平成22年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると、 2.54%減の59,572人であり、増減率は、加43市町村中35位、72、行政区域中58位、定数は16人。2016年6月20日時点での開発構成は、以下の通り。旧高石村地域は、千代田、高志浜、羽衣も、東羽衣も、かも、園である。日本初期に、 高石池、高脚会といった記述が見られ、古代から大鳥群、草壁号のうちに、高石村が存在していたことが伺える。高石浜と呼ばれる沿岸部の継承地を読んだ歌が、万葉集、古今和歌集、金曜和歌集などに見られる。南北朝時代頃から、隣接する泉群にまたがって、あやいの地名で呼ばれるようになり、1347年には、 現在のキャラ橋駅付近に太陽寺が建立された。綾井村の大鳥群側は、江戸時代初期に、高石南村、高石北村、新家村、四条村、南出村、大園村、羽生村の七村に分村され、残った泉群側は高地のみで居住者はいなかった。なお、明治以降に、四条村と南出村が合併した際に、再び、綾井村を名乗っている。また、 浜寺と通称された大友寺は、応仁の乱で消失したが、現在も、市北部から、堺市西区浜寺地区にかけての広域地名として残っている。高市北村の麻田大区村は、行期の社会事業に従事した皇人たちの子孫の集落と言われている。皇人が匠寮に属していたことから、現在の町会でいう高市パックは、匠と呼ばれている。 旧大工をはじめとする技術者の村で、明治維新頃まで、京都御所の造営や修築に携わっていた。また、葉橋五期は、原禄期に、大工村の右兵という大工によって発明されたとする、説がある。江戸時代は、幕府領であった。幕末は、岸和田藩、安土、増田作衛門支配所及び、田安徳川家領である。休校休業取調べ帳による内訳は、 次の通り、高石南村、岸和田藩、安土地、1354国。八幡社、船府社、普段寺及び、開通寺は、免税。高石北村、岸和田藩、安土地、573国。八坂社、八坂社、高石神社、春日社、円徳寺及び大王寺は、免税。新村、増田作江門支配所、217国。 新井神社は、免税。今崎家村、田安徳川家領。646国。大鳥浜神社及び高月寺は、免税。旧とろし村地域は、とろし、西とろし、かも、あやえんである。詳細は、とろし村を参照。なお、鳥石という地名は、万葉集に、とろし池という古池を読んだ歌があり、それにちなむ。 1998年まで常に10億円割れだった、交際費は2006年から25億円を、2013年には30億円を、2014年に35億円となっている。2014年度決算における将来負担比率206.0は、前年より、片野市に抜かれ、大阪府下で下から2番目である。堺仙北臨海工業地帯高石市,市。 高砂大阪湾岸の埋め立て地に、堺千木臨海工業地帯が広がっている。そのうち、高石市域には、石油、化学の工場が集積している。主な証券は、南海羽衣駅周辺、南海高石駅周辺及び JR、富木駅周辺の3地域を中心とする。高石市内の郵便番号は、592から 00XX となっている。 なお、南高差は、泉大津郵便局の周配担当となっている。市内には、3つの公立中学校と2つの私立の中学校がある。高石駅高速道路一般国道大阪府道。ありがとうございます。